ハロージャパン、マイコーリョウです。今日は僕が前回アップした動画からの僕の近況と、世の中いろいろ動きがありましたので、それに対する僕の見解をお話ししたいと思います。まずは NHK のクローズアップ現代という番組が、ジャニーズ問題を30分間取り扱いました。僕も当時の状況を知る人間として、インタビューを受けました。ただ、ね、放送日のお昼に、番組サイドから連絡があり、編集の段階で、実際に被害に遭われた方のインタビューを優先したい、ちょっと舞子さんのインタビューが短くなってしまうという相談を受けまして、そういうことでしたらもう全然僕の部分を逆にカットしていただいて大丈夫ですと、提案しましたら、実際の放送では本当に丸々なくなるという、全く映っていませんでしたけれども、はい、それで良かったと思っています。実際の放送では元ジュニアの男性たちが当時の状況を告白していました。残念ながらね、被害に遭われて、少年期にとても辛い思いをして、ジャニーズを辞めて芸能界から離れてしまったということを告白していました。少年期にね、ああいう経験をしちゃうと、心が病むだろうなと、感じました。結局ジャニーズジュニアになってもタレントとしてデビューしなければ、性被害を負って、しかもデビューできずにやめジャニーになる、もしくは僕のように性被害は合わなくても、そうなると余計デビューの道がなく、結局やめジャニーになる、やめジャニーの烙印を押されると芸能界ではほぼ活動できなくなります。ジャニーズ以外のいろんな芸能プロダクション、レコード会社、劇団、どこもジャニーズを辞めた少年を所属させようとは思いません。なのでかなり追い詰められた状況になります。少年で芸能界の夢を抱いていても、もうほぼほぼ諦めなくちゃいけない状況になるんだと思います。当時中学校2年生の僕がそんなことを知るはずもなく、人気の芸能プロダクションに入所できたなんて喜んでましたけれども、そこがもう、大きな分かれ道でした。ここで舞子からアドバイスです。芸能界に自分の子供を入れたいと考えている親御さんへのアドバイスです。本当に気をつけてください。よく調べて応募してください。タレント発掘オーディションとか、レコード会社のボーカリスト発掘オーディション、それから何かな、劇団の役者オーディション、いろんなコンテスト、ダンサーのね、オーディションとかもあるでしょう。主催がどういうところなのか、主催のプロダクションはどういう感じなのか、審査員どういう人たちなのかっていうのをね、よく調べて、そういう大人たちが良い評判の人間なのかっていうのをね、今はインターネットで調べることができると思いますので、そのあたりよく調べて、応募してください。キャスティングの決定権を持つ大人で残念な人は本当にたくさんいます。僕は芸能界長いんでいろんなものを見てきましたけれども、残念なパターンでは、その彼らはタレント志望の少年少女を集めて自分が楽しめる環境を作るためにそれを主催しているっていう場合があります。少年少女は考えが未熟な部分もあって、そういった大人たちとしたたかな取引をしていると思って性的なことを提供してしまう可能性があります。なんで評判のいい大人なのかというのをね、調べてよくよく熟考して、エントリー応募するようにしてください。僕の両親は芸能界に興味のあるタイプではありません。動画に、舞子さんの両親は芸能界の闇に気づいていたんじゃないですかというコメントが結構入りますけれども、
そうではないと思います。知らなかったです。帰ってきなさいと、ね、言われたのは、本当に一般的な常識的な考えで、中学校2年生の男の子が、外泊したいと、いやダメですよと、帰ってこれるんだから帰ってきなさいと、本当に一般的な常識的な、ものの考え方で帰ってきなさいと、まあ、僕もそれに従っていた。まあその状況が僕を性的な加害から救っていたんだなと思います。このジャニーズ問題への見解で、どうして今さら言うの、ジャニーさん生きてた時に言えばいいのに、なんで亡くなってから言うの、後出しみたいで卑怯だみたいな声をよく見かけます。これは僕の見解なんですが、どうして今なのか、それは時代が変わってきてると感じ取れるからです。そして時代を変えられる瞬間かもと感じ取れたからです。インターネット SNS の普及が大きいと思います。ただ僕に関して言えば80年代90年代ですから、新聞とテレビが情報の全てだったんですね。情報のコントロールをテレビと新聞ができる状況でした。僕がジャニーズ事務所を辞めてから90年代に、北浩二さんが光源氏へという暴露本を出しました。僕はね、ジャニーズの状況を知っていましたから、それを暴露本にして告発する人が出た。すごいなってとても注目してたんです。でも結局マスコミには報道されませんでした。その後、ね、ジャニーズの内情を、文春さんが報道しましたけれども、これジャニーズに訴えられて裁判が起きて、まあ、結局裁判の判決の中に、その性的な被害は、性的行為はあったと事実認定されました。それでも結局マスコミは報道しなかった。その状況をずっと注視していた僕にとっては、これは強大なジャニーズの圧力で、マスコミさえも報じることができないんだという、ね、強大な圧力を感じました。NHK のね、クローズアップ現代の中で日本儀さんが、巨大な城壁に向かって石つぶてを投げるようなものだっておっしゃってましたけれども、僕も全く同じことを感じました。なんで当時自分が声を上げても、それは封殺される、黙殺されるってことが分かって、その声を上げることが無駄死にになることが分かってたんです。だから声を上げなかった。諦めてたんです。でも、今年になって3月、イギリスの BBC がこのことを世界に向けて放送してくれました。これが一番大きいと思います。世界に向けて日本の芸能界はおかしいって報じてくれたんです。でその後、岡本カウアン君が、ね、もう本当数年前まで、ね、その性的加害があったということを実名で、顔出しで、ね、外国人記者クラブに、告発してくれて、まあ、これも世界的に報道されたと。その日本のマスコミで情報コントロールできないところでこれが発信されること、そしてインターネットでそれが、ね、報道されたことが、日本にも分かる、こういった状況になったことで、やっと自分の心の奥底にしまってあった芸能界の闇、秘密を声を上げて誰かに伝えようという気持ちになりました。カウアン君のね、告発にも勇気をもらいました。そして何より少年少女がこれから芸能界を目指すときに、もうちょっと安全でフェアなフィールドであってほしい、俺が通ってきた道はあまりにも不憫だと、こんなおかしなルールの芸能界はもう終わってほしいと思います。このことをもう自分のチャンネルで動画として発信することができる、
そういう時代になったんだと思います。人々の声をコントロールすることはもう難しい時代になったんです。昨日錦織一清さんのお誕生日でした。僕はツイッターでお誕生日おめでとうございます、ずっと憧れの先輩ですとツイートしました。高校生から昨日に至るまで元ジュニアとして発言して発信したことがなかったんで、あ、なんかこういうことを言えるようになったんだなとちょっと感慨深いものがありました。錦織さんにね、そのツイートが伝わってる可能性はかなり低いんで、伝わってないと思いますけれども、当時ジュニアの時にね、ダンスのリハーサルでこういうのを練習した方がいいよって言って、このファンキーフルーツとかロックダンスのね、かっこいいパターンを教えてくれて、本当に優しくてかっこいい先輩でした。もちろん東山さんもマイケル・ジャクソンのかっこいいパターン、ムーブをたくさん見せてくれて、生で本当に勉強になりましたね。ジャニーズ事務所に在籍してた時に良かった思い出の中ではやっぱり少年隊の3人を生で見れてたっていうのは本当にあります。ありがとうございました。クローズアップ現代のインタビューの中でですね、舞子さんがジュニアだった時のなんか写真とか記録ってないんですかというリクエストがあって、あ、ほぼほぼ処分して何もないと思ってたんですけども、一つありました。これですね、祭り男組進行台本、これ男組さんがデビューする前に行ったコンサートツアーの、進行台本なんですけども、これ開くと1ページ目にですね、キャスト男組で、ここに男組の名前が4人、そして下にジャニーズジュニアっていうのをね、こう出演したジャニーズジュニアがずらっと並んでるんですけども、一番この端っこのところに、僕の名前があります。はい。というわけで、この問題に関していろんな動きはありました。ジャニーズの代表ジュリー藤島恵子さんが謝罪の動画をアップしました。その後近藤雅彦さん、マッチさんが、もう知ってるでしょ、本当のことを話してくださいというコメントを出しました。その後、ね、ニュース番組内で東山さんが、謝罪のコメントを出しました。このそれぞれのコメントについて僕がどうこう言うつもりはありません。皆さんがそれぞれ感じて考えていただければなと思います。この問題はまだまだこれからだと思います。報道してこなかったテレビ局はどういう責任があるのか、ジャニーズ事務所はこれからどうなるのか、所属タレントのみんなはどうするのか、日本の芸能界はこれをどう受け止めるのか、この問題が解決するまではまだまだ時間がかかると思いますので、注目していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。